待ってくださいね。忘れちゃってとか言って、無理せずで、ああ全然全然、今ローソンでひまぷりの曲とコメントが聞けるよってことで、あ、なんかそれね見ました、聞いてないけどまだ、あと何だっけ、各時間でね、あれだわ、公式のツイッターを見たんですけど、すごいさ、何時何分何時何分っていうのがすごいこうめちゃね羅列されてるさ、ツイート多いって、最初なんだろうなと思ったら、あ、これこの時間のこと言ってるのかと思って、すごいたくさんだから流れるんですよ。曲とコメントだから店内放送ってことですよね、ですよね。なので皆さんもう聞かれた方多いのかな、さっき仕事終わりに、あ、聞いてきた、タナチューさんすごい、さすがですね、仕事が早いね、素晴らしいことだと思うし、そうですね、ローソンって入るといろんな音楽とかいろんな人のコメントとかが聞こえるのでね、そこでね聞けるのってすごく大きいことだと思うので、私もちょっとあの時間をね、炊いてがなんか乗ってたじゃないですか、乗ってたので、あれを見てね、行かないとなって思いますね、いかんなんないですよねあ、姫ちゃんだ、かわいい、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。ダンゴラブさんこんばんは、 V こんばんは、 V よろしくお願いします。もちろんショールームの良さも激化を過ぎてつらった、光弘さんまたまたありがとうございます、よろしくお願いします。白袴でお願いします福島でぜひラブ福島を、あ、そうですね、そんな日がちょっと訪れるように頑張らんなんないですね。ボイスレコーダーで録音してきた、え、すごい、じゃあずっと聞けますね。ローソンでお買い物中の皆さんこんにちはみたいな感じだばい多分そんなテンションだと思うんですけど、なんか、え、でも聞いてないから、なんか、あれ15秒ぐらいでしたっけ確かそうだったと思うんですけど、違うかなね。なので、え、全員なのかな、15秒だったらさ、めっちゃなんかさ、え、なんだろう、え、みんな一斉に喋るのかなとかちょっと気になっちゃいます。ダンゴラブさんが、みやぼうさんこんばんは、はちみつじさんこんばんはと、そしてお二人もご挨拶が完了光弘さん星投げ S さんしましたってことで、ありがとうございます、星様嬉しい、ありがたいです。あ、KM さんこんばんは、 KM さんよろしくお願いします。はい、ちょっと久しぶりに感じますね。曲とコメント合わせたら40秒ぐらいだったような、あー、なるほど、そういうことか、確かにコメントは何秒とかあるかもしれないけど、曲も流れるってこと考えたら合計40秒ぐらい、すごい、それはね、でかい激にいかんなんないですね。福島県出身の最上級激化アイドルのヨシさん、いやいやいや、そんなあれなんですけど、そうなれるように頑張りたいなと思います。光弘さんありがとうございます。そっか、じゃあローソンでね、ローソンに、ローソンか、ローソンどこにあったかな、ローソン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 だったら、ローソンちょっと行かないとな楽しみですね、ローソンで。あれ買いに行かんなんないわ、唐揚げくんと、なんかさ、ちょっと前までやってたローソンのあの、すごい、ジューシーなメンチカツあったんですよ。あれ美味しかったな。ローソン行かないとですねってことで、ローソン行かんなんないですね、本当に。ローソンの機械、ロッピーでも CD 買えるみたい。あ、それ知ってますよ。買うと、缶バッジがランダムでついてくる、違うっけ、多分そうなんですよ、ひまぷりさんの場合はどうだったかな確かね、ランダムで缶バッジついてくるって書いてあったと思うので、じゃあ皆さんぜひローソンに行ったらもうコンプリートとりあえず聞いて、でとりあえずロッピーで注文しに行きましょうすいません、さすが合ってる、だって見たもん、結構見てるんですよ、なんかね、公式ツイッターだよね、あれ公式ツイッターだな、うん、
って書いてあったからそれ見て、あ、そうなんだと思って勝手にチェックしてますあ、クエンさんだ、ユスユス、ユス拝見させていただきましたら幸い、ユスありがとうございます、こちらこそよろしくお願いします。あ、ズキュンバキュンタキュンさんこんばんは、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。自分はもうリリーブで十分買ったからさすがですね、タナチュンさんさすが、パチパチパチ、やっぱねリリーブってね、それがだ、まあ当たり前か、醍醐味っていうか、そうだよね、買いに行ってねライブも見れる、そういったね初見さんにもにとってもねアピールできるからね、いろんな意味でやっぱリリーベって強い、さすがアイドル編集長ですなってことで、いやなんかもう単純にこうチェックを勝手にしてたっていうだけなんですけど、ゆか伝説さんこんばんは、ありがとうございます、こんばんは、よろしくお願いします。光弘さん、今回のトデさんとのツーマンライブ楽しかった、秋葉カラーズを思い出しましたってことで、光弘さん、来てくださいますかあのレアなのでぜひお待ちしてますね、ありがとうございます。そしてなおっちさんこんばんはす、こっちもありがとうございます、本当にお願いします。ちなみにヒヨプリのリリーベのレギュレーションは、これクイズですかソフマップさんの時は CD がCD4 枚買うとなんかサイン付きチェキだったっけ、違うかな、なんかだった気する、違うかな、ちょっとわかんないかも、1枚生写真サイン、2枚チェキサイン、あ、そうなんだ、生写真サイン1枚で、そうなんですか、お得お得とか言ってめっちゃお得ですね、1枚買ったら本当に生写真サインしてくれるんですか、それ大きいですね、時と場合によるのか、でもその会場ごとにレギュレーションって変わる場合もあるけど、今回の場合はこうだよみたいなね。あ、長森ピンさん本日もおつゆさまです、イエーイお願いします。あ、かなさんだ、かなさん本当にね、ちょっとさ、なんかご無沙汰してませんか、よろしくお願いしますちょっと思ってたんですよゆずさんは癒しボイスですから歌とアナウンスのお仕事が増えてほしいです、いやいや、あ、いやとか声がやばいの、もうゾンビみたいな声出してた、ゾ最近ゾンビが怖すぎて、もう夢にも出てきて、もうなんか人生やばいです本当に、ダンボラブさん、あの歌はさ今一番仕事としてやらんなんないので、あのこんな今はね、今の時期ちょっとガビガビというか、あのお直し直しお直し直し治療を頑張ってるんですけど、あのそうですね、あのアナウンスに関しては私ほどあのアナウンス能力のない人間はね出会ったことがないと思うので気をつけた方がいいですよ、私のね滑舌の悪さにはビビりますよ。でも生写真サインは写真に載ってるメンバーじゃないとダメ、あ、ダメみたいな、それランダムで選べる、ランダム、あ、じゃあランダムで選べるって、日本語おかしいか、ランダムなんですか、選べるんですか、どうなんだろう、それによりますね、ご無沙汰ですみません。でもね、かなさんだけが悪いんじゃなくて、私がですねライブがね圧倒的に少なくなってるから、まあこの時期だからっていう理由なんですけど、っていうのがあの大きなあの理由だと思いますごめんなさい、ゾンビなぜ、なんか世界、君と世界が終わる日に、あれ終わる日にだったかな、なんかあのドラマ今やってるじゃないですか、で私今までそのゾンビって名のつくものから逃げて いたんですけど、なんかそのドラマこの間たまたまなんですけど2話分見ちゃって、夜中に1話やってて、でそのまま2話リアタイで見ちゃったのかな、リアタイだったかな、忘れちゃったんですけど見て、いやこんななんか恐ろしすぎてゾンビってものが、であの友達になんか、あ、友達と今日 LINE をしてたんですけど、あ、友達ってか渡辺有沙ちゃんっていう子がいて、その子と LINE をしてたんですね、したっけが、まああの来世さみたいな、どこに生まれたいって会話になったんですよ LINE の中で、でやっぱ私は日本がいいなみたいな感じで、確かに日本って最高だよねみたいなって言って、でもなんかアリ姉が
なんかでもさ、なんか今もそうかもしんないけど、将来もさ、なんか得体の知れない疫病みたいなものが流行ってる時代だったら、私は嫌だなって言ってて、いやでもそんなん言ってたらいつまでも生まれ変われないじゃんみたいな話になって、で私はなんか怖いなと思ってることが一個あって、ゾンビの映画とかさ、やっぱ結構各国でいろいろやってるじゃないですか。なんかそのゾンビの映画とか曲とかドラマとかをやることによって、引き寄せの法則みたいなんで、なんかよくさ、ユス引き寄せの法則って言うんですけど、なんか引き寄せの法則はあんまそんななんか分かってないし、そんなになんか詳しくもないし、そこまでぶっちゃけそんな興味があるかって言われたら定かじゃないんですけど、なんか引き寄っちゃうんですよ。だからゾンビのドラマをこの国内でやることによって、本物のゾンビがこう這い上がって出てきちゃってってなっちゃったらどうしようと思って、来世がそういうゾンビの世の中になってたら、すごいそれが嫌だなって話をしてたぐらいゾンビが無理なんですよ。まあ、ゾンビ好きな人ってね、ドラマのそのエンタメの中で好きって方は多いと思うんですけどね、実際ゾンビになりたくないですよね、皆さんも。私もなりたくないし、あなたがゾンビになって私のこと絶対襲わないでほしいよって感じなんですけど、もうなんかゾンビのこと考えたら、まあ、毎日ね、もうなんかちょっとなんだろう、メンタルゾンビになってるね、ゾンビメンタルやられてますね、ゾンビに。久しぶりに悩んだもん、ゾンビについて。ゾンビ恐怖症、ゆすちゃん、ゾンビは怖いだばい、絶対怖いでしょうね。あ、たなちゃんごめんなさい、ランダム、あ、ランダムで、あ、そうなのか。3枚15秒動画5枚で、その日にいるメンバー全員と一緒にチェック取れる。じゃあ5枚買うね5枚だばい、それは5枚と思っちゃうな。あかねちゃんの15秒動画って、あ、そっか、推しメンのなんだ、15秒動画は。あ、それはね、いいですね。迷うな、どうしよっかな、3枚にしよっかなみたいなゾンビ怖い、わかるけど、ゾンビ身を守る、ゾンビいつ頃なぜ検索したの。つうか、そうだ、それいいね押してくださいましたもんね、ひめちゃんさん。本当に恐ろしいと思って、そのね、ゾンビやっぱ身を守るはわかる、わかっぱい、普通にだって身を守り方を誰かがさ教えてくれてるかなと思って見たけど、まああんまいなくて。でゾンビいつ頃っていうのは、ゾンビがまあいつ頃主流となすかというか、いつかなんか予測、未来予測してる科学者とかがさ、いやーちょっとゾンビはあと30年後ぐらいに結構いっぱい出てきちゃうんですよねとかっていう、なんか研究発表してるかなと思って、いつ頃結構現れるかを検索したんですけど、まあ書かれてはいなくて、無理ですもんな、本当にゾンビは無理ですね。お化けの100億倍怖くないですか。しかも最近のゾンビは走るし、なんか攻撃力も増してるし、しかもゾンビの嫌なところって、理由はわからないんですけど、一回こうなんかあやめても、なんか2度3度やってくるじゃないですか、諦めずに。それがね、じゃあどうしたらいいんだよみたいになっちゃうから、もう怖いんですよね本当に。ゾンビになりたくないだばい、絶対ゾンビになりたくないですよ私も。ほぼ仮想な日本でゾンビとかないわ。ウィウィさんこんばんは、そしてすごい希望のコメントありがとうございます希望が今満ちました。そっか、確かにゾンビは、そっか、土から出てくるもんね基本的にね。だったらなんかこの国で本当に良かったなと思います。本当にすごいめっちゃ思います。来世も日本がいい長森 P さん、ふむふむでしょ、納得だばい。それね、ちょっとね言いたかったです。引き寄せの法則で、潜在意識の法則ですかな。そうなんですよ、だからうちらがさゾンビの話してたら本当にゾンビが来ちゃうかもしれないって、結構さユース素で思っちゃうタイプなので、怖いです。だってさ、考えてると夢に出てくる場合、そしたらもうなんか現実とかで追っかけてきたらどうしようと思ってて、まあ今もねそういった流行り病とか今もありますけど、それがゾンビになったらもうなんかもっと怖いなみたいな、見た目も怖いしゾンビ研究者っているのかな、絶対いると思うんですよ。なんかやっぱね、ゾンビっていつどこで生まれたかわかんないですけど、この世の中にゾンビという単語が生まれてる時点で、多分それを研究してる人はいると思います。
多分私より詳しい人は100億人ぐらいいると思います。みんなでゾンビになれば怖くない。だから絶対嫌ですね。あのビジュアルも怖いからね、ちょっと無理です。カンパパさん、こんばんゆす、ありがとうございます、よろしくお願いします。赤羽さん、キュンシーもゾンビですよねってことで、キュンシーってね、なんか近年のハロウィンでアイドルさん結構キョンシーに仮装されてるじゃないですか。でもね、ユスはね、そのね、キョンシーについて何も分かってないんですよ。そういえばゾンビなんですか。恐ろしいな。結構電話をかけたりするゾンビもいるよね、映画だと。すごいですね、電話までかけちゃう。もう着拒する、あ、言えなかった、着拒する、着拒します。恐ろしすぎて電話を、あ、間違えちゃった。怖い怖い。頭を打たないと楽せません。分かったわ、そうします。急所が頭ってことですね。後ろ見て、絶対嫌です。普通に怖いんですけど、なんでそんな怖いコメント今打ったんですか。後ろ壁だしね、壁通り越してきたらもうさすがに無理ですけど。いやー、ゾンビはね、私お化け屋敷とか富士急のお化け屋敷とか全然平気なんですけど、ゾンビだけは無理ですね。マイケル・ジャクソンのスリラーは面白い。そう、マイケル・ジャクソンの楽曲すごい、あの昔から好きなんですけど、まあ、あの映画前やったじゃないですか、あれをね見たことがあって、あれから、あ、すごいんだと思って見てたんです、聞いてたんですけど、うん、あの スリラーはねいいんですけど。どうしよう、本当に来ちゃったな。ゾンビのアイドルアニメもあるらしい。それでもちょっと入りやすいかもですね、私にとっては。まあ、アイドル好きなので。ゾンビはちょっと無理かな。どうですかね。わかんない。でもゾンビ好きな方もいるかもしれないので、ちょっとあんま言えないんですけど、見る限りちょっと、あのね、でも見ちゃうんだよね、あのドラマ。なんか、夜中になんか、タタタタタってさ、あのテーマソングとともにさ見ちゃうね。怖いけど、うん、なので結構ゾンビについては皆さんにもちょっと注意喚起していきたいなって今後も思ってます。うん、絶対にならないでほしいし、なっても私のことだけは、なんかなったらごめんなさい。あの、私そうですね、ライブ皆さんに来てほしいけど、ゾンビになったらちょっとライブねえ、もし客席になってゾンビになってたらちょっとね泣いちゃいますね。普通にマイク持って逃げ出すかもしれないですね。ゾンビランド佐賀は泣けましたよってことで、映画ですか、映画ですか、どこの国のだろう。泣ける、怖いだけじゃないんだ。じゃあアイドルのゾンビアニメだったら震えるってことで、いやもう震えるし、どうしたらいいか分かんないですよね。もう可愛いんだか何なんだかはさっぱり分かんなくなりそうですね。感情がもうなんかねぐっちゃぐちゃになりそう。ゾンビにならないようにしないと。そうですね、ゾンビになったらちょっと、受付でねビビりますね。ゾンビを管理して使用人にするコメディ映画もあります。それ襲ってこないんだったらいいんですよ、私に対して。別に神対応してくれるゾンビだったら100歩譲って、まあちょっと怖いけど、って感じですけど、ゾンビとドラキュラ、ドラキュラも無理ですね。私は血液怖いし、血液、自分の血液取られたくないから、怖い。こういうこと言ってると今日の夢に出てくるんですよ、ゾンビとドラキュラが。いや怖いわ、ほんと怖いです。あなたは人間ですかの質問が必要ですねってことで、でもゾンビだったとしても受付でさ、ゾンビですって言わない場合、普通にゾンビになったとしてですよ、やめてくださいよ。ちょっとゾンビはライブ会場に入れないと。そうですね、ゾンビだったらちょっとうわーって感じでね、私が叫んで逃げますわ本当に。みんなのこと好きだけど
そうそう、避けちゃうかもしれないですね。鬼滅の刃もワンちゃん似てるかもかな。あ、そうなんですか。実はね、ごめんなさい、一回もまだ見たことがなくて、でもみんなね見てるから、今更見ても間に合いますかね。フライトナイトというヴァンパイア映画おすすめです。感動系かね、なんかそれだったらちょっと私でも見れるかな。うん、ホラー映画は大丈夫なんですけど、なんかちょっとね、うん、怖い生き物が出てきたりとかすると怖いなと思います。佐賀県で不慮の死を遂げた女の子たちがゾンビとしてアイドルになるアニメ、怖いよりもホロッとします。あ、それだったらちょっとあのなんだろう、全然っていうかそういう話なのか、見てみたいな、それ興味ありますね。アニメだしね、かわいい、見てみたい。そうなんだ、みんな詳しいですね。みんなやっぱゾンビのドラマとか映画とかやっぱ好きなんですか、海外のドラマとか。ドラマ違うか、映画かね。ちょっとなんか私そういうビビりというか怖がりなんですよね、そこ。うん、なんかうん、なんかなので慣れていきたいです。あ、それそれ、佐賀県のご当地アイドルとして活躍するゾンビのアイドルの子アニメ。あ、そうなんだ、それちょっとかなり興味ありますね。やっぱ可愛い子だったらまあゾンビでもいっか、アイドルだしいっかとか言って、でも私がゾンビになったらみんなに噛みつかないように一応気をつけますね。ユスさんのアイドルアニメも見てみたいです。私ですか、私なんですかね、編集してますって言って出ますか。ゾンビでなくアイドルさんが好きです。 V かわいい、ダンゴラウさん V かわいいですね、真似しよう V って。うん、私もアイドルさんが好きです本当に。うん、まあいろんなアイドルさんがいますけど、まあみんなアイドルさん可愛いから大好きです本当に。ここで一丁スイラーとか歌いたいけど、スイラーって全部英語ですよね。いや今日のエンディングについてユース考えてたんだ今。うん、絶対英語だよな、今すごい思ったけど、だって英語でしょ、英語ですね、英語だった。あー残念。大丈夫かな、あ止まっちゃってたらすいません。止まってませんか皆さん、一瞬止まりました、大丈夫かな。に字幕付きがあるのでも、でも分からなくても面白く見られる。あ、今ね曲のねスリラーでした、曲のスリラーの話でねしました、すいません。スリラー聞くだけ聞くか、あ間違えた、叫んじゃった。日本グリッシュバーってなんだろう、一瞬だけ止まりましたけど大丈夫、飛びましたが戻りました、あ、よかったです。